でもあのゲストいらっしゃってるんですよ、こんな時に限って、はい、すいません、女性ゲストですよ、女性ゲストでオープニングおちんちんの話、おちんちんの話じゃない、おちんちんのイボの話、あ、イボの話、はい、そうです、おちんちんのイボの話の途中なんですけども、ちょっとお忙しい方なので、はいはいはい、ゲスト、はい、今日はゲスト、スペシャルゲスト、はあ、紹介いたしましょう、はい、この番組のですね、大スポンサーとして番組をずっと支え続けてきてくださいました、はい、この方でございます。若槻千夏大先生です。お願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごい愛のかけらかかっちゃうんですよね。あの大ヒット曲愛のかけら。全然売れてないですよ。マジでよく在庫があったなと思って。2003年の、作品でございます。やめてください。書いてある本当に。よく聞いたことありますね。いや、聞いたこと絶対ゼロですよ。絶対ゼロ。CM とかね、流れてない。流れてないです。さあ、ということで、はい、若槻さん、通称、オナッティでしたっけ、ね、やめろやめろ、チナッティですよ、ですやめてくださいよ、冒頭から投げますね、結構ひどい番組ですね、しましすいませんね、いや知りませんでした、いや、あの東京聞けないじゃないですか、はあ、そうなんです、なので友達からちょっと取り寄せて、はいはいはい、先週まとめて聞かせていただいたんですけど、まさかこんな下ネタ番組に私なんかグッズをね、キャラクターグッズを送ってると思わなかったんですよ、やっぱあの一応くまたんってキャラクターはちょっといろいろ規制があって、なるほどなるほど、ちょっとこの、この番組、結構下ネタだなと、ちょっとふさわしくないかもしれない、ね、ちょっとびっくりしましたね、今日もダサいですね格好こらこら、おしゃれでやっとんねん、こらこらひどいですよね、ひどいですよね、なんか相変わらず ね、 そうですね、本当に私安田さんと結婚したみたいな変なツイートしたじゃないですか、同じ結婚、ね、同じ結婚日なんですよ、それをなんかあのすごいフォロワー持ってる有吉さんがなんか安田と結婚したのかみたいなつぶやきしたから、私本当に問い合わせ来たんですよ、安田さんと結婚されたんですかみたいな、結構いい迷惑でしたよね、悪かったね、いやすぐ本当にすぐ問い合わせ来るから、申し訳ない申し訳ない、すいません、で若槻さんはあれなんですか、なんか今どうしてたんでしたっけ、はいはい、休んでたんでしたっけ、ちょっとなんか、はい、ちょっと休んでましたね、あーはーはーはー、はい、熊の方でちょっといろいろやっていて、うん、で最近ちょっとまたあのオファーをいただいたりするので、はい、頑張らさせていただいてます、じゃあもう芸能本格復帰ということで、いやもうそれってでもオファーいただく側じゃないですか、私とか、なのでいただいたらもちろん出させてもらいますけど、まあ、それはもう本当に需要があればって感じですね、需要があればって、はいはいはい、でも需要だって突然生まれないでしょ、だって若槻と仕事してえなって思う人いないでしょ、いやいや突然そう思わないでしょ、いやでも言ってくれたらいいじゃないですか、久しぶりに会うんだからさ、やっぱなんかキレがいいねみたいな第一声で言ってくれやさ、はい、いいんですよ有吉さんが、そうですね、はい、いや若槻さんやっぱりこの包容力ありますから、どんなボールも結構意外と触ってはくれますから、取りますよね、取ってはくれないですよね、いや取りたい、取る気満々ですけど触る評価ですか、そうです、取る気満々です、取りますよ今日も、お願いしますね、はいはい、もう分かりましたから、どんな番組かは、はい、そうか、結婚してんですよね、結婚しましたよ、私そうだ、そうです、お子さんは、お子さんいますよ、お子さんいるんですか、お子さんいますよ、幼稚園ですよ、幼稚園、あそう、はい、すごい、もう寝かしてきましたから、うわ、はいはいはい、もう、ね、もう寝るの、もう本当に有吉さんがおちんちんおちんちんって間にね、私は親やってるんですよ、若槻さん、はい、そんなことを言ったら僕おちんちん立っちゃいます本当に、いや本当にあのこのラジオの方たちってゲスナーって言うんですよ、ね、いいらしいですね、ゲスナーから、うんうん、うちの会社に直で、うん、あのメール来たんですよ知らないから、あのゲスナーって言われてることが、で、あのすいませんゲスナーですけど、ね、来週どこまで下ネタいけますかみたいな問い合わせが、はい、確認を取り、確認をうちの会社に直で来るんですよ、申し訳ない、すいません、申し訳ない、すごい番組ですねこの番組、プラチナムさんですもんね、いやあのプラチナムじゃなく本当個人の会社の会社申し訳ない、いやプラチナムだったら多分あのストップかけられるんですけど、うちの会社も続けなんで共有メールで入ってきちゃって、もうやめさせますんで、いやもうすごい力だなと思いましたよ、怖いですね、いやでも素晴らしいですね、そうですか、はいはい、お子さんいるとは思えないですね相変わらずそうです、はいはい、髪もなんですか、これはなんていうんですか、それは金髪ですかね、金髪っていうかね、はいはいはい、
なんかまだいけすかないですか。いやいや、僕全然、僕若槻さんのことあんまり嫌いじゃないですから。あんまり嫌いじゃない。あんまり嫌いじゃないです大丈夫ですよ。あ、本当ですか。そういう時って、はいはい、髪へ気にするでしょ、はい、眉毛もちょっとやっぱり抜くんでしょ、まあ、抜きますね。そうするとちょっと気分的に全身あ、下の方も。おー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 、下はもう全然染めませんよ。あ、染めないんですか。染めないですよ。何の話してるの。無理やり陰謀の話でしょ。やめてくださいよ。親戚聞いてんです。親戚やめてよ、マジで。私の親戚ならいいんですけどね。旦那の親戚気まずいんですよ、やっぱり。やめてすいません。ちょっとメールもいろいろね来てるんですけど、ラジオネームチェーンギャング5、若槻さんこんばんは。こんばんは。実は僕と若槻さん、はい、調べてるうちにいっぱい共通点がありました。すごい。同い年で同じ埼玉県出身、はいはい、身長も全く同じです。160、はい、あと超、はい、僕は超バカです。サンデーナイトドリーマーに若槻さんが出ると決まった先週の日曜日、髪の毛を金髪にしました。あ、すごい。どうですか、似合ってますか。写真がないし、文字でどう言えって言うんだよ。でちょっと私のことディスってんじゃないですか。僕はバカですみたいな。社長ですからね。本当に若槻さんのグッズありがたかったですよ。クマタングッズね、いっぱい送ってくださって。在庫ありますか。もうないんですよ。でもちょっと迷惑じゃないですか、もう送り続けるのも。なんかちょっと分かんなくなって、はいはいはい、お会いしてなかったんで、ずっと、うんうんうん、勝手にここの直接ラジオ局に、はいはいはい、辻さん宛てに送らせてもらって、ちょっと在庫加減が分かんないんで、ちょっとどうしようかなと思って。いや、なんかね、いや、正直言うとね、ゲスラにはそんな人気ないんだけど正直言うな、ね、なんだこの人。ただね、この辺に置いとくとね、この辺に勝手に誰かが持って帰るんだよ。人気あるから。この辺の人には人気あるんだよ。なんかその、別に私フリーで配ってるわけじゃないから。ティッシュみたいな感覚で置いてないんで、なんかもうちょっと一応売ってるやつなんですよ。そうですよね。1000円単位とかで、はい、あげな、なんかそこら辺の人にあげない。もうちょっと管理ちゃんとしてほしいですね、辻さんに、ね。管理ちゃんとします、はい、またぜひ気が向いたら送ってくださればと思います。持ってきたんですよ。うわ、嬉しい、ありがとう。でもね、なんかちょっとすごい下ネタ番組だったから、ちょっとね、どうしようかなと思ったんですけど。何が。先週なんか、ね、先週余計な、俺なんか知らなくて、でも最後の方に言ってましたよ。天下なんですか。天下やってんすか。違う天下とコラボしてないです。なんかしてないよ。してない。あれ嘘なんだ、あれ。なんか先週くまたんのなんか電動バイブを送ってくださいね、うんうん、もう本当にやめてくださいよ。そういう、まあ私のことはいいんですよ、うん、どう言おうが、はいはい、くまたんだけは本当にちょっと、うん、ちょっと違う国でもいろいろ、まあそうだね、仕事してるんで、そうだねって、ね、絶対守る気ない目、絶対守る気ない目してんじゃないですか。栗タンね。栗タングッズ。違う違う。じゃあほら作ってきた。すごい。サンデーナイトドリーマーの、うわ、すげえ、クマタンと俺の顔がコラボして、すごいっすね。若槻さん。すごいでしょ。すごくないですかこれ。いや、あんたやっぱすごい。いや、これはもうデータできてるんで何個でも送りますよ。もらえれば。いや、俺これ芸能界で一番好きだわ。嘘。今までベッキーだったの1位。今日もう1位。やったー。若槻さん。マジですか。めちゃくちゃ優しいね、あんた。あ、本当ですか。こういうのならデータ送ります。うわ、嬉しい。なんかね、いつになってもずっとなんかありきたりのクマタングッズだと、もうちょっとめんどくさいかなと思って、皆さんも。なのでちょっとこういう特別感があった方がゲスナーさんもね、嬉しいじゃないですか。やっぱ聞いてんのはね、有吉さんファンだから。それやっぱね、これちゃんと女だって一人でね、会社作ってやってるはずだわ。すごいわ。急に褒め出した。さっきまでダセー服着てきたなみたいな、ね、めちゃくちゃおしゃれだもんね。外しでしょそれ。外してないど真ん中行ってますけど。いや、嬉しい。こらほら、おちんちんがオーバーオールしてるやつ。おちんちんがオーバーオール着てる。ちょうど入るんじゃないですか。クマタン、何を入れるんですか。何ちょうど入るんですか。いや、嬉しい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはもう、リスナーもみんなお喜びでしょう。よかったです。ラジオネーム、満腹亭稲荷。若槻千夏先生。はい。お勤めご苦労様です。いや、ありがとうございます。私は昨年、
念願だったクマタングッズをいただいたのですが、すごい中身は女性ものの、はい、S サイズのブリーフでした。私は巨漢の24歳童貞男子です。もし今家宅捜索されたら一発で豚まくりします。申し訳ないですね。しょうがないので毎晩若槻千夏先生の使用済みだと思い込みながら頭にかぶって使わせていただいております。ありがとうございます。すいません。すいません、ね、S サイズでした。すいません、我々ゲスナーのおかずにもなっていただくという、いいですか、本当にか若槻さん優しいですね。何この番組、何のメリットがあって来たの。思いました、私なんかひょいひょい来るもんじゃないって思って、なんか有名人がやってるからひょいひょい来ちゃったけど、ひでえ番組出たなと思って。マイナスのが多いわ。なんか何も本当よ、何も褒めてもらってないですね、何の得もないですね。ラジオネームぐどんなぐどん、若槻さんの先ほどのおちんちん発言を録音しました。やったぞ。今夜はこれを8万回ループしながらおちんちんしっくり倒す。最低だな。人妻に言うこと、お母さんに言うことじゃないんだから。もうね。まあでも私も言っちゃったんでね、しょうがないです。もうそれはもうループしてください。本当に。お子さんはあれ、あの男の子ですか、女の子。女の子です。女可愛いね、じゃあね。芦田愛菜ちゃんに似ちゃって。可愛い。可愛いね。ちょっと。まあ、今度連れてきて、ラジオ。やだわ、やだわ、やだわ、絶対やだわ。いや、嬉しいね。なんか結構最初結婚した時はすぐ離婚するんじゃないかなとか言われたでしょ。絶対言われてないです。言われてないの。有吉さんだけ、有吉さんだけ、あ、そう、有吉さんだけ言ってましたけど、しっかりしてんのね、やっぱり。意外とは。もう何年になりますか。もう出会ってからも7年で、うん、あ、そう、はい、付き合って 5年ぐらいなんで、はい、結婚しては、はい、4年です。仲いいんですか。な、あの、喋んないんですよ。ああ、旦那さんが、はい、ほんほん、あの、すっごい無口で、なので、こう、うまくいってる感じですかね。あ、そうかそうかそうか、なんでもうんうんって聞いてくれるような、なんかこうぶつかり合わないというか、なんかこう今までだとバーバーバーって喋る人だったりしたんですけど、喋らない人が多分結婚相手に向いてたんで、だから有吉さんも今まで付き合った人と逆のパターンの人と結婚した方がいいと思うんですよね。なるほど、うん、じゃあそうか、美人で真面目な人だな。じゃあ次は。ブスばっかりやつ。今までブスのやりまんと。ひどい、傷つけるわ。Day Night Dreamer Live on air。 さあ、ということでね、若槻千夏さんをお迎えいたしまして、はい、いろいろとやっておりますけれども、ね、いろいろ質問も来てるんですけども。あ、私ですか、はい、ありがとうございます。なんかすごい数よ。でも女性ゲストがあんま来ないんですよね。そうなんですよ。どのぐらいぶりなんですか。女性ゲストっていうことではもう初めてぐらいの感じですよ。すごい。まあ結構みんな嫌がりますからね。あ、みんな断ってるんですか。呼ばれてないんじゃなくて断ってるんですか。え、そういうこと。何も知らずにいらっしゃったんで、ね、そんな感じになってますね。なんかね、そうなんですね。嬉しいです。だからこんなにメール来たのと、本当深川亮以来じゃないかな。何とも言えないわ。何とも言えない。ね、いろいろとメール来てますけどね、どれがいいかな、はい、あ、これがいいかな。ラジオネーム、B さん、なんだ若槻、すげえ悪口言ってやろうかと思ったのに、お前すげえいいやつだな。若槻さん、ありがとう。あ、嫌いな芸能人いたら教えてください。やだやだ、そいつのブログ炎上させてきます。やだやだ、いいよ別に、大丈夫ですよ。大丈夫です、ね、なんで。すげえ大怪我すんじゃん。メール1個で。そう。ラジオネズミ後輩、若槻大先生、クマタンラブドール売ってますか。売ってないです。4万ぐらいなら絶対買います。売ってないです。売ってないです。だからクマタンだけは絡ませないでください。そうですね、すいません。若槻さんはいいんで。若槻さんのラブドールですね。若槻さんのラブドールだったら売れるでしょうね。売れないでしょう。そのぐらいは分かってますよ、私も。あ、これはどうでしょう。ラジオのインターバル、若槻様、グッズありがとうございます。
お礼と言ってはなんですが、はい、若月様のご自宅のお便所を舌でベロベロ掃除させていただきたいと思います。いかがでしょうかという質問ですけど。大丈夫ね、もっとなんかマシな質問ね、そんなんばっかっすか今日。めちゃめちゃ今の最初に来るとこれ放送してんのと思うでしょ。本当です ね、これこれだ、これなんかもうちょっとちゃんとなんかあのずっと私テレビとかなんかラジオに出てたわけじゃないんで久々なんですよ。そうですよね、久々に久々なんで、うん、もうちょっと、うん、緩めがいいですよね。緩めがね、これないでしょ。ラジオネームしおり、ちなつちゃん、はい、今履いてる下着の色教えてこれぐらい可愛いでしょ。可愛いもんですよねまあ答えて済むならね、黒ですよ、黒。いいですね。歌えるんかい想像するんかい絶対興味ないですよね絶対興味ないですよね、マジで絶対興味ないのにな。なんかいいのあるかな。まあ全部そんなもんですかね、まあ、こんなにいっぱい来てんのにこんなにいっぱい来てんのに読むのそんだけっすか。ラジオネームアナルフィスト3級、もうやだもうやだラジオネームでやだ、もういいよもういいよ、絶対ですもんそれ。若月千夏さん、はい、芸能界復帰おめでとうございます。ありがとうございます。復帰っていうほどじゃない、はいはい、小森純さんに復帰のアドバイスお願いいたしますみんななんかゲスナーも毒ですね。もう有吉さんみたいなばっかですね、聞いてる人もなかなか何にも答えられないじゃないですか本当ですよ。1個も答えてないですもんね。何にも答えてない、1個も答えしてないもんね、まだ答えて得ねえ。ラジオネームブラザーフットオブスティール、はいはい、千夏お嬢様に質問です、はい、昨年ブログを復活した際に、はいはい、市川海老蔵さんから激励をされていましたね。あ、はいはい、海老蔵の嫌いなところを教えてください。なんでなんで見てくださった人になんで嫌いなとことか曲に変わる。はい、では1曲いきましょうかね。今日はこの曲のプロモーションで来られたということでございます。若月千夏さんでダイヤモンド希望の印。違う、さあというわけで若月千夏さんをお迎えいたしましてお送りしております、はい、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、この時間からお聞きの皆さん改めましてこんばんはということでございますけども、はい、ちょっとねいろいろ若月さんにいろいろ質問感想をいろいろ来ております。 ありがとうございます。ラジオネームミスタータタン FM 宮崎、若月さん、はい、ダイヤモンド希望の印めちゃくちゃ感動してしまいましたこの曲。嘘じゃないか、5回抜いちゃいました。やめどの部分で、逆にどの部分でどの歌詞の部分この曲絶対ミリオン突破しますよしてないんだって在庫も探せないんだって あんまり売れなかったようでございます。全然売れなかったんですよ。ラジオネーム真面目なチンポくんこれ大丈夫ですか。真面目ですか。真面目だから真面目ですか。真面目ですか。大丈夫ですか。真面目なんですか。真面目なんですか。大丈夫です。先ほど若月先生が下着の色を聞かれて、はい、答えた黒という言葉とその前のおちんちんという言葉を編集しました。やめてやめてよ、早いな編集作業。黒おちんちんやめてよ。そういうパターンもできるんですか、ゲスナーの人は恐ろしいですね。ハッカーみたいなもん。余計なこと言えないですね。何でもできますハッカーいやすごいですね若月さん。なんか今あれちょっと聞いたら、えいわゆるあの芸能事務所プラチナムね、はいはい、プラチナムのもう一番トップですって。ベテランになっちゃいます、うん、もう一番最初に入った人間なんです ね結構メンバーすごいメンバーですよね。はい、あの木下ゆきな、あと中村アン、あそうだ、七尾、おトリンドル、おお、小野ののか、すごい、手島優、あうん最後最後落ちみたいな聞き直されちゃう。すごいよね、だってその辺のメンバーの一番もうトップなんだもんね。トップですよ。すごいね、いくつだっけ今。今32になりました。32で一番プラチナムのトップですよ。いやどんだけ人いなかったかって話ですね。最初の頃ね、最初の頃、うん、本当私だけだったんで、あ一人で支えてたんでしょ。一人でやってましたね。すごい、いや
今もう、今でも正直プラチナム的にはいらないんでしょ？もちろんね。いらない。全然いらないですよ、マジで。マジでいらないですよ。いらない。でも優しいよね、休んでてもこうやって。そうです、そうです。ね、また仕事して。2回ぐらい私休んでるんで。そうだよね。そうです。で、1回目は、本当に普通に芸能界を休みして、海外行って、で、服屋また始めるときにもう1回ちょっとお休みして、というか。そう。はい。なんか休業宣言みたいのはしてないですけど、まあ事実上ね、仕事としてはやってないんで、はい。どうなんすか、そっちのもうちゃんとしたお仕事の方は。あ、キャラクターの方ですか。はい、あ、今はい、ちょっと順調です。順調なんですか。はい、いいですね。海外とかに向けてやってるので、台湾とか、ね、アジアとか、あっちが結構儲かるんですよ。いいなあ、っちが儲かるんですよ。やっぱすごいよね。だからその儲かってるっていう額がやっぱそのやっぱ企業だからね、その額が違うから。違うでしょうね。いやいや、でもやっぱり有吉さんに比べたらやっぱりよく言いますよ。いやいや、わかんない。僕なんてもうおちんちんのイボの話してね、わずかながらのお金をいただいてる。本当に大きいの聞いてね、大変だなと思いました。ね、やっぱ芸能界をこう走り続けるのは大変だなっていう。そうなんです、はい、プライベートもあったもんじゃないですけどね。さすがでございます、若月さんはね。はい、仲いいんですか、プラチナムのメンバーは。いやー、どうなんすかね。基本的になんか若月と連絡を取るなみたいなのがちょっとざわざわあるんですよ。マネージャーの中で余計なこと言うんじゃないか、余計なこと全部教えちゃうんで、こうノウハウみたいなの全部教えたり、え、給料制、歩合制みたいな、なんかからそういう仕分けから入るんで、そうするとあれ、若月さんの話と辻褄が合わないみたいな、こう事務所がちょっとね、揉めるんすよ。煙たい存在、煙たい存在なんすよ。さあ、というわけで、若月千夏大先生をお迎えしてお送りしておりますけどもね。、はい、ありがとうございます。特に若月さん宣伝も何もないんですね。そうなんです、ね、何にもなく、ね、ただ来てくれたんですか。来ましたすごいですね、優しい人ですね。何でも許してくださいますからね。本当に優しい。ラジオネーム、グドンなグドン。有吉さん、出来たてのドネルケバブを顔面にぶちまけたい芸能人第1位、タレントの若月千夏さんが。どういうこと冷静に聞いてたけど、どういうことだったんだよ。どういう意味なんですか。どういう意味。タレント若月千夏さんが自身のブログで読者の皆さんの質問に答えてやがりました。ちょっとやめてくださいよ。一部抜粋します。やめてください。幽霊は信じますか。大切なのは見えないものほど疑う心。やめ、読み方じゃん。ちなっちゃんの弟子になってバリバリ働くからお給料くれますか。古い人間だから弟子には給料あげないタイプなんだ。読み方。結婚してよかったことは、変な物音にビクビクせず生きれる。最高ですね。妊婦の時これ買ってよかったものとかありますか。テニスボールかな、2個。シャラくせんだよ。違う、毒にも薬にもなんねん。 Q&A 久々に見たわ。真面目に答える気ねえならもっと分かりやすくぶっ飛んだ答えできねえのかよ。なんだ最後のテニスボール2つって、明らかに金玉のことだろ。子供産んでもまだまだ発情期じゃねえか。いい加減にしろ。やめてくださいよ。それが今なんかリスナーの人なのか有吉さんの意見なのか分かんないけど、ごちゃごちゃ自分の感情も入ってますよね。リスナーですか。本当に有吉さんの感情でしょ。やめてくださいよ。さあ、ちょっとね、若月さんやといえばね、もともとははっきりした物言いが結構有名な、いやいや、そんなことさっぱりしたタレントさんでございますから、ちょっとニュース1個ぐらい言っときましょうかね。ああ、わかりました、はい、じゃあこちらのニュースですね。まずこのニュースです。はい、ベッキー休業へ。マジかよ。ロックバンドゲスの極め乙女のボーカル川谷絵音さんと不倫騒動の渦中にあるタレントのベッキーさんが休業することが分かりました、うん、ベッキーさんはテレビ10本とラジオ1本のレギュラー出演番組を担当しています。大変ですよこれね。いやどうですか若月さん。ちょっとマジで重荷ですねこれ。久々に私さ、
なんかテレビも出てねえのにラジオですげえ重いこと言うんですよ。大丈夫ですか？大したコメントしなくていいですね。最初でも振りがすごいなんかはっきり物事を言う若月さんみたいな振りだったから、やっぱそれなりに付き合いはないでしょ別に。あ、お付き合いはないです。はいはい、お付き合いはなくて、でもずっと憧れてた存在なわけですよ、うん、もうバリバリ私があのバラエティやってる時に誰みたいになりたいんだみたいなとこで、まあ、ベッキーさんみたいになりたいっていう目標が、はい、こう女性タレント誰しもあったわけですよ、うん、ね、そこがこうちょっと今、うん、言いづらくなっちゃってるっていう部分は、うん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 、こっち女性タレント側として思うところはありますね、うん、目指してる人誰って言われた時に言える人がいなくなったんですよ。そうだね、なのでこの辺の世代だとそうだもんね。この辺の世代だとそこをちょっとどういうのが一番いいのかなっていうのは課題ではあります。そうだね、はい、誰がいいんですかね、誰っていうのがこう新人の子とか、そうなんだ、井森さんじゃちょっと上行きかけてからね、なんかいろいろいろんなものよぎるんでダンスとか、はい、いやだからやっぱそれはさ若月さ、せっかくまたこうやって復帰したんだからさ、はいはい、それはみんなが目指すバラエティタレントになっていただかないと。いやいやいや、でもなんか違うじゃないですかやっぱ路線が私。まあね、たまに休んじゃうし、たまに休んじゃうしね、クソみたいなとこあるからな。誰がクソだ、そこまでは言ってないですよ別に。ちょいちょいなんか大先生って言う割にすげえ落とすんですよ。ドネルケバブ顔面にぶちまけたっていうの第一位。なんかもうめちゃくちゃな気持ちなんですよ今。休業、若月さんは休業はどれぐらいずつしてたんだっけ、はいはい、もう結構してたよね。あ、このベッキーさんの休業と被せる形ですか。そっちの別には、まあ、反省の休業ではないですよ。ないけどね、仕事を始めてキャラクター会社立ち上げてちょっとバタバタして、うん、あの人が少なかったんで、で私が裏方もやらなきゃいけないっていう意味でちょっとは、うん、お休みいただいてっていうのがあった。何年ぐらい。いやどうですかね、でも本当にラジオとかだと10年ぶりだし、そう、去年バラエティのスタジオ収録6年ぶりだし、結構もうやってなかったんですよ。そう、はい、それで結構感覚ってすぐ戻るもん。いやね、戻っちゃうんですね。あ、そう、なんか本当こんなすぐ戻ると思わなかったんですよ。やっぱり芸能人の方とスイッチ入れて話しかけられたらもうそのテンションに戻りました。なんか一発目がさんまさんだったんですよ、はい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 、その時にもう不安でしょうがなくて、うん、もうさんまさんをこうテレビ越しで笑えちゃってる自分がいて、もうさんまさん面白いみたいな自分がいて、バラエティの時はその感覚はなかったわけですよ、うん、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない勉強の意味で見てたんで、でもさんまさんと去年初めてその久々にお会いして、やっぱり感覚戻りましたね。全然面白くなかったです。あ、そう、収録全然面白くなかった、ね、もう緊張しかしてないんで。いやでもやっぱこう久々ですけど、やっぱりレスポンス早いし、やっぱ受け答えがやっぱちゃんとしてますから、それはその辺の辺クズみたいなバラエティタレントとはちょっと1枚も2枚も上手ですよ。ちなみにこの金清さんなんて何にも太刀打ちできないじゃないですか。いやいやすいません、圧倒されちゃって、ただただ若月さんの横からのおっぱいの膨らみを見てるっていう、ただただ痴漢のおじさん。やめてくださいよ、痴漢のおじさんだったんですか。金清さんだと思ったら痴漢のおじさんだったんですか。あと10分が勝負だと思ってやってますね。いやそうですか、はいはい、じゃあまあ戻るのか、じゃあベッキーもまあ戻ってくりゃまあ戻ってきたで、まだそれなりにってことか。いやもうベッキーさんは別格ですからね、戻ればね、はいはい、あ、なるほどね、うん、石塚浩二さんの鑑定団卒業いかがですか。でも本当にあのプロ意識が高い方でしたね。どの位置か。石塚浩二さん全然言いづらそうじゃないって、はい、石塚浩二に関しては全然言いづらそうじゃない。会ったことないから大丈夫かなと思って、私のことも知らないだろうし、そうだ、ね、はい、頑張ってましたよ。頑張ってんのにね、報われなかったからね、ちょっと ね、 でもそうね、難しいですよね、難しいわな。次はね、ビクトリア・ベッカム、息子に恋人ができてショック。これいかがですか。ちょっとそれニュースですか。これニュースです。あの若い子ですかね。そうじゃない、ちっちゃい子ですよね、あのバーバリーの広告とかやってた。あ、そうそう、あの子にできたんですか。現在16歳です。16歳、うん、あ、結構でももういいお年なんですね、うん、ね。じゃあいいんじゃないですか別に。そうですよね、ベッカム、ベッカム、やっぱショックなんですね、奥さんはね。若月さんはどういう、まあ旦那様置いといて、はいはい、どういう男性がタイプなんですか。で結局やっぱり自分の話をいっぱい聞いてくれる人がタイプになっちゃいますよね、今の。はい、やっぱおしゃべりしたいのね。おしゃべりしたいですね。あ、そういうもんですか。成吉さんしゃべんないじゃないですか普段。まあまあそうですね、
いや全然されなかったじゃないですか、さっき挨拶行った時もすごい、もう人を高倉健みたいに言うんだよ。いや言ってない言ってない、そんなそんな格上で評価してないです、そういう意味じゃないですすごいな、売れちゃうとすごいポジティブ、ポジティブさすごいですね、びっくりする。そうですか、はいはい、なるほど。外見とか関係ないですか。いや関係ないですね、やっぱり、はい、結婚になると違うんじゃないですかね。そういうもんですか。あ、なるほどね、うん、髪の毛そうやってずっと結構金髪にしてますけど、薄毛にならないですか。あ、全然ならないです。ならないですか。めっちゃ強いんで。強いのね。めっちゃ強いです。結構髪の毛のこと毎回言われますけど、有吉さん、私の気になるんですよ。あれですか、憧れてるんですか、あの金髪に。私に憧れてるって意味じゃなくて今殺し屋みたいな目したから違う違う、そういうそういう私は敏感すぎる、そう勘違いした女性タレントじゃないんでね、そういうでも今殺し屋みたいな目したから怖い、しましたよ、見逃したよ。お前になんて憧れてるよ、分かってますよ、それは。金髪に憧れてるかっていう。金髪ちょっとね、いいなと思う。女の子って結構いろいろ髪型変えたりするじゃない、有吉さんもすればいいです。いや、なかなかできないでしょ。おじさん何張り切ってんだってなっちゃう。おじさん張り切ってんじゃねえよってなっちゃう。ラジオネーム、もはや語るまい FM 群馬。若月さん、はじめまして。はじめまして。突然ですが、先ほどお話に出ていた、はい、芦田愛菜ちゃんにの娘さん。はいはい。僕にください。やだ。僕は33歳、童貞の無職です。やばいし。しかも、OK です。性病にかかったことはありませんし、娘さんに絶対に害はありません。お母様。よろしくお願いします。嫌ですよ、絶対危ないのに使うでしょ。大丈夫だから待ちますから、本当です、待ちますから、大きくなるの待ちますから。じゃあいいかじゃないし。可愛いでしょ、もう今可愛いんですよ。だから本当そういうのが怖くて、うん、そういう最近ね、ロリコンじゃないですけど、ああいうね、怖いね、そういうあるじゃないですか、写真撮るだけとか、怖くても可愛いから。そりゃそう、可愛いのか、可愛いからもう怖くて。ご飯ちゃんとあげてます？ご飯あげて、どういう質問ですか。いや、安田さんのところあげてないですか。ほうれん草あげてる。ほうれん草に水かけたやつあげてない。そんなわけないだろ。ひどいやつ。そんなことないです。ほんと何歳ですか。うち2歳半です。上が、そうなんですか、ね、下が6ヶ月。6ヶ月ですね。あ、すごい、もう2人も。そうそうそう、へえ。よく、いやだな、いや絶対安田さんちの子供なら若月家の方がいいわ。うちのがいいですか。絶対いいよな、社長だもん。それだけじゃねえか。ジジイの子供嫌だわ。絶対ジジイの子供超可愛がってるよ。それが嫌だ。毎日朝お弁当作ってんだから。すごい。俺が安田の弁当なんて汚くて食えない。ちゃんと手洗ってますから。小学生。返しが小学生じゃないですか。ラジオに騙しやすけしん FM 宮崎。若月千夏さん、僕もキャラクターを考えました。あ、すごい。名前はペニーちゃん。年を取って用がなくなって去勢されたおじいちゃんのおちんちんの妖精です。頭から水滴の血尿が出る、柱がしなしなしてる。どうですか、これで2人で儲けませんか。もう勝手に商標取ってください。商標にいくらかかると思ってるんですか。商標登録に。商標登録しなさい。商標登録のこと言われた。ここ震えてくる。なるほど。ということ、もうそんな時間、だいぶ近づいてまいりましたけどね。あ、本当ですね。さんとお別れの時間が近づいてまいりましたけど、はいはい、WC じゃなくてあれですね、クマタングッズ。はいはい。クマタングッズってどこで買えるんですか。クマタングッズは、キディランド。あ、そう、え、はい、あんなとこ置いてんの。あ、置いてます。キディランドとか、あとウェブショップも、クマタンのウェブショップもありますし、あと台湾とかでライセンスもやってるので、はい、買います。いろいろ。キディランド。あとは卸をやってるので。卸、あの180店舗ぐらい卸してるんで、はあ、卸の方で各地方のこうファンシーショップじゃないですけど、はあ、なんかこうあるじゃないですか、よく、はいはいはい、そういうところで個人にも卸してるので、はい、え、もうアパ社長のホテルとどっち、アパ社長のさ社長とどっちが稼いでるの。いや、アパ社長ですよ。アパ社長、完全にアパ社長です。アパ社長、アパ社長、なんか大会山の土地買ってましたよ。大会山にあの大きいマンションできるんですけど、アパ社長が、アパ社長買ってんの、はい、あの建てたらしいですよ。ええー、はい、すごいですよ。全然もう足元にも及ばないですよ。若社長、若社長、アパ社長に。若社長は、アパ社長は、若社長は、もう混ざっちゃって分かんないです。大丈夫ね、ラッパーザキバチョフ。これちょっと真面目な。真面目ですか。若月さんから有吉さんへアドバイスがあるとしたら何ですか。
なんかアドバイスくださいよ、僕も。ちょっとやめてくださいよ。私が逆に今回欲しいんですよ。いやいや、本当にもう。ください。どうやったらもう、どうやったら仕事休めるんですか。なんかずっと休もうとしてますよね。すごいですね。でも商売の才能がないもんな。いやでも、うん、やっぱりこうタレントさんの方がこう華やかじゃないですか、うん、だから有吉さんには絶対合ってますよ。本当、はい、いや地味なのよ、仕事したくないのよ。もうでもいろんな MC とか、まあ、当時私が、まあ、10年ぐらい前ですけど、はいはいはい、一緒に出させてもらった時、はいはい、全然私は環境がもうすごい変わったなと思うんですよ、うん、有吉さんの、うん、で MC とかもやられて、うん、そういうのもでもスムーズにこなせるわけですよね、はあ、まあまあそうですね、なんとかやってますね。あ、もうじゃあもうどっぷりじゃないですか。もうどっぷりですね、今ね。もう一番いいじゃないですか。一番いいのこれ。一番いいですよね、MC で、そんな。いや、それ安田に比べりゃ。安田さんね。安田さんね。マシな人生だけどさ。先輩で。安田さん。いや、若槻さん、じゃあまた今後、まあいろいろ、またどっかでご一緒すること多くなると思います。明後日、あの、有吉さんと一緒です。そうですか。はい。またぜひぜひよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。もうお別れですね、じゃあこれで。すいません、なんかマネージャーさんもなんか、はい、そわそわしてブースの周りをうろちょろしてました。余計なこと言わせんじゃねえぞ。早く帰りたがってますね。いや、下ネタにいろいろお付き合い願わせて。いや、すいません、ありがとうございます。すいません、若槻千夏さんでございました。ありがとうございました。またお願いします。